続きグリッド086を進行し、大陸間輸送用カーゴランチャーを目指します。カーラからは約束通り案内をするとの連絡が入っています。ローザーの言うことをどこまで信用していいかは分かりませんが、情報を得る意味でもまずは話に乗ってみましょう。ところでレイブン、彼女の二つの灰かぶりですが、これはルビコニアンの間でアイビスの火の生き残りを指す言葉になります。あの災害が起きたのは半世紀も前のこと。ドーザー特有のヨタ話の類でしょうか。あなたと出撃するのはこれで3度目ですね。少し慣れてきました、レイブ。メインシステム戦闘モード起動。始めるよ、ビジター。伝えた通りだが、案内は任せない。あんたには恩を売っておくのも悪くない。
ランチャーを起動しようか。あれです、コンテナにアクセスしてください。
レイブン。ああ、あなたには見えているのですね。このルビコンを滞留するコーラルたちの声が。ウォルターの見立ては当たっています。コーラルはこの捨てられた極地のどこかに。更新されました。アリーナにおいて D ランク帯の仮想戦闘が開放されています。ここから注意ランカーです。戦闘技能のさらなる向上にお役立てください。レイブン、アリーナについて調べていたのですが、その中で興味深いものが見つかりました。ネストとだけ記載された用途不明なネットワークサービスです。非公開かつ暗号化された特殊な傭兵支援プログラムのようエントリーできるよう裏口を作ったので、気が向…